ハロー、アサギーニョーです。今日はあのコスメブランドさんとコラボレーションします。こんにちは、こんにちは、こんにちは、よろしくお願いします。アサギーニョです。素敵なスタッフさん。こちら制服ですか？こちらアナセイのワンピースです。はい、かわよ。まあ、かわいい。これは貯金箱ですか？あ、違いますね。生え際でした。パキュン。新色がここの6色です。6色。これが発売は ?8 月の4日です。私初めてなんですよ、ナスイの。あ、そうなんですね。はい。リップとか使うのがいいですか？塗ってもらっても。ぜひ。今回は、アナスイさんの衣装をお借りして、6色に合うコーディネートを組みました。パキュン。というわけで、今回はアナスイさんとコラボレーションで紹介させていただく新色6色を塗っていただきます。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくどうぞ。まずこちらの色ですね。こちら、これは肌色に近いピンクですか？そうですね。割とピンクっていうよりは、元々の血色感を消すような感じ。ベージュですね。ベージュ。なるほど。はい、わぁ。どうですか？どうでしょうか？このままじゃなくて、自分のピンクの色も混じって。ムーディーですね。はい、すごくでもみずみずしいですね。そうなんですよ。潤いがすごいあるので、うん、オイルがたくさん入ってるんですよ。ツヤツヤです。はい、パキュン。次は、じゃん、じゃん。はい、これはピンクですか？コーラルっぽい。コーラルっぽいピンクです。私、あまりコーラル系の色は塗らないんで、ちょっと新鮮です。こちらです。あ、いいですね。血色がよく見えますね。すごい顔が明るく見えますね。ね、いい感じ。なんか、若々しい雰囲気を感じます。そうですね。すごい可愛いです。これもまたツヤツヤですね。これは305番です。あ、でも、コーラルだけど、赤めのコーラルですか？そうですね。なんか赤でもなく、ピンクでもなく、オレンジでもなく。オレンジでもなく、何色なんでしょうか。キュン。次の3色目です。こちらです。見えますか？見えますか？どうですか？ピンク色。え、これでもピンクだけど青みっぽいピンクな気がしますけど、どうですか？そうですね、青みっぽいピンク。青みピンクは私大好きなのですごく楽しみです。で、これすごくツヤツヤだから、これ塗った感じどうなるのかすごく気になる。はい、じゃあお願いします。わー、結構発色がすごいいいですね。なんかラメラメとか派手めなメイクとかにもすごく合いそうです。どうでしょうか？ダークな色の服とか、あとは、でも結構白とかでもいいかも。パキパキした感じの服装だといいですね。なんか一気におしゃれ感が増しますね。さて、次は、4本目です。次のカラーは、じゃじゃーん。これは赤っぽい、オレンジっぽい、何色ですか？朱色ですね。朱色です。私いつも結構深めの赤をつけているので、朱色はとても新鮮です。私でも本当にいつも同じ色をつけてるから全部新鮮でした。これ塗ってもらってる時の、はい、口は開いてた方がいいんですか？閉じてた方がやりやすいんですか？なんかもう本当に楽にしててもらって大丈夫です。ちょっと開いてる方がいい。開いてても、あ、でも閉じててもどっちでも本当にこちらは大丈夫です。じゃん。お、え、これもすごい発色いい。お直しとかは普段はどのぐらいの頻度ですか？でも1日に1回ぐらいですね。1回だけですか？こういうなんか跳ね上げラインとかとキュッキュッてして、うん、しまっていいんじゃないですか？パキュン。次は5本目です。5本目に紹介する色はこちらです。じゃんじゃん。これは赤ですね。真っ赤、明るい赤です。オープン。あ、あ、なんかジューシーな赤ですね。明るいです。綺麗な赤。いつも私が塗ってる赤よりももっと明るくてジューシーな赤ですね。
ありがとうございます。さて、寂しくなりますが、最後の色味になります。最後にご紹介するのはこちらのカラーです。こちらです。こちらはなんともチョコレートみたいですね。チョコ見て、かじりつけそうなぐらいチョコレート。でもこの色を塗ったらどういう色になるのか全然イメージが湧かないです。茶色になるのか、ちょっと赤っぽくなるのか、めちゃめちゃワクワク。しかもこの色でうるつやなツヤツヤになるっていうのがちょっとイメージできないから、すごく楽しみにしてまいりました。はい、塗ってもらう時にですね、はい、目線は目を見られてるとちょっと恥ずかしいですか？そうですね、見られてるとちょっと恥ずかしいんで、下とかも見てくれれば。下の方なるほど、はい、メイクとかがねすごい可愛いから見ちゃうんですよね出来上がりました。出来栄えはどうですか？いい感じです。では拝見します。3、2、1。おお、いいですね。これちょっと我ながらですけど、はい、似合いますよね。すごい似合います。かわいいじゃん。これはすごい驚きの発見でした。こう見るとこうチョコレートっぽいけど、これちょっとピンクっぽい自分の色と混じるとちょっとだけ赤に見えますね。クールですね。チークとかもめちゃめちゃなんかダークなブラウンっぽい感じのね、入れてがっつりこことかシェーディング入れてみたいな。あ、いい。ハイトーンなんですごい似合いますね。本当ですね、色のコンビネーションがコラボってますね。キュン。皆さんいかがでしたでしょうか。ファッションコーディネートと合わせて今回のアナスイ新色リップ紹介させてもらいました。私が一番いいなって思ったのはこちらです。じゃーん。これこういう色味は初めて使ったので、すごく自分に似合う気がしてすごく嬉しかったです。キャップもすごく可愛い、お花の柄が入ってる。こんな感じでポーチの中でも映えるんじゃないですか。あとあれですね、ここに蝶々がいるので、はい、ポーチの中ですぐに見つけられる、はい、手探りに便利ですね。この断面と言ったらいいですか、リップの先端はバラの形になっていまして、使うのがもったいないぐらい可愛いので、まあみんな使う前にインスタ映えの写真撮ってから使うといいですね。可愛いのでね、皆さんちょっとでもいいなと思ったら高評価してください。グッド。あ、いいなと思ったり気になった人は概要欄に詳細リンク載せておくので見に行ってみてください。ということで次の動画もお楽しみに。バキューン。